おーい。もしかして外ってさ、雪降ってるやつこれ。雪降ってる？ワンちゃん。見て前髪巻いた。どう？かわいい。時間ないんですよ。時間ないから。おはよう。あ、何時に起きたっけ？でも今日はそんなに遅くないかも。3時ぐらい。3時ぐらいでしたね。今日は。マジで時間ない。割とマジ時間ない。やった！かわいい！ちょっと待って、おった。こういう時はアイメイクをサボります。いた、目に指入った、いた、痛い。とりあえず涙袋、まああるけどね。時間、こんちゃ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 、やっほー。そうです、歌います。なんか普通に機嫌ものが多すぎて焦ってる。いろ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 、その期限とやることがもうありすぎて、なんかやること多いよ。やること多いよって感じです。はい、アイロンもやらなあかんし、髪の毛さ、もうそう、なんかいろいろ締め切りがなんか多くて、締め切るものが多くて、置いてるって自分で歌いたい歌歌えるの。なんか、そうそうそう。エレナはなんか歌唱力の歌決めてもらおうと思って、何歌うか何個か候補あげて、みんな決めとうらしくて、やばいっていう。それもやばい。だからだ、歌える歌える、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じとか言って、どのコメントにそういう感じって言っとんねんって感じやけど、頑張ってください。うるせえ！反抗期です。今反抗期やから許して。あ、そう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 、なんか何個か自分が歌いたい曲やって、決めてもらうみたいな。かわいい。クマ何持ってんの君は。え、おしゃれなんだけど。 T 持ってるやん。 T リンゴです。美味しくない。ねえ、雨降ってる？外雨降ってる？それだけ教えて。なんかリンゴってさ、なんかちょっとだけ置いとったらさ、なんかこうなるの分かる？こうやってなんかシャモシャモに。それです。雨降ってる、雨降ってるの。やだ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 、行きたくないけど、マネージャーさんに「なんかちゃんと行ってください」みたいな言われた。ひゃもひゃも分かんない、これ。なんかこう分かる、なんか溶けてるみたいな。歩ける？外。外歩ける？どうですか？歩けそう？外。そう、なんかちゃんとなんか行ってくださいって言われた。なんか何日か行くんだけど、なんか今日だけじゃなくて、なんか何日か行くんだけど、
え、傘いらない？いるか、一応。なんか何日か行くんだけど、なんか、え、全部行くんですかみたいな全部行っていいんですかみたいな聞いたら、なんかちゃんと都合を合わせたので全部行ってくださいねみたいな、前日に連絡とかしないんでみたいな、いつも案件があったら前日にあの連絡が来るんですよ、明日何々ですよみたいな、明日撮影ですよとか、けどそのボイトレに関しては連絡が来ないからちゃんと自分で行ってくださいみたいな言われました。だからちゃんと起きました。ちゃんと起きたでやんす。え、風強いの？風強いんですか？幕張か。その風強いんで気をつけてね。ちょうどこの間の制服の前締めだが、お、いいじゃん。お気に入りの傘で行ってください。マイメロの傘で、はい、見せつけたいと思います、周りの人に。おい、マイメロだぞって感じで、はい。100回目おめでとう、イエーイ。え、寒いの今日？寒いんだ。え、今日はボイトレ終わった後にあのレッスンしようと思って半袖をカバンの中に入れてます。そう、なんか雨の日でもさ、自分のお気に入りの傘だったらウキウキできるじゃん、外にいるときに。外に出たらウキウキできるじゃん、お気に入りだったら。ただただ雨で外に出るのはめっちゃだるいけどさ。聞いた。何歌うと思う？エナがみんな。みんなには課題曲ないもんね。長靴履くんだけど、普通に履くよ。普通に履くよ。いらないけど。普通には履かないか。兵庫の田んぼで履くわ。兵庫の田んぼで。え、レナも高校の時雨降ってたら学校行ってなかった？低気圧で頭痛いですみたいな電話して、そしたら親にね、なんか確認の電話来るんですよ。大学生って普通自分で連絡したらさ、あの、いいじゃん。それなんか親に連絡行かないじゃん。だったのになんか信じてもらえなくて、嘘だから信じてないんだけど、それが正解なんだけど、なんかレナさんは家にいますかみたいな言われてだるいと思ってた。でも雨ってマジでそんぐらいやる気なくすんだよね。しかもさ、高校の時に使ってた傘がさ、もう全然可愛くないやつだったから。可愛いんだけど、なんかストッパーが、なんかお茶来たんだけど。え、待って、今日からなんか違うギフトあるんだ。今日から5月1日だから違うギフトがあるんだね。なんか可愛いギフトがあるんですね。で、このさ、まつげ美容液全然つかない。もっとちゃんと仕事して、君は。あ、ねえ、松葉行くの？みんな松葉行きます。いつだっけ、来週にしておこう。みんなに気づいてもらおう。みんなに気づいてもらいます。内緒にしといて。コメント全然読んでない。お茶だ、お茶です。仕事終わった、ズーン。透明の傘か、あれ、人生で一回も透明の傘を使ったことないかも。あ、学校帰りになんかおじさんがなんか傘なくて、学校帰りに朝降ってなくてね。で、なんかあの友達と一緒に駅までなんか笑いながら、やばいやばいとか言いながら走ってたんよ。そしたらあの家のシャッターガラガラって開いて、そのなんか道沿いのなんかおじさんがなんか、はいって言って、これ一回言ったよね、多分。言ってなかったっけ、まだ加入してない時だっけ。はいって渡してくれて、しかも新品、やばくない？マジ神だった。ウグイアン来てる、いいな、食べた。
夜遊びのラブレター、え、わかんない、了解よーか、耕してるの、いや耕してないけどさなんか田んぼ行くなら履けるじゃん、長靴だったら。ブロマイドってどこで売ってるんだ、どこですかこういうのはみんなの情報の方が早いから告知しないでおこうかなって思ったけど、オフショー取ったからさ、せっかくなんかあげるかと思って、メールにあげるかと思ってまつげこっちの方が汚いんだよね、でも見えない、もう上がってなさすぎて、本当に上がってないんだよね、本当に上がってない、マジ上がってない、もうマツパウオーじゃねえよそんなやつ配信すぐ気づく T ですね、 T え、全然イケメンのおじさんに見えなかった、なんか変わった人だなって、でも優しいなって、普通さなんかあげないでしょかさ、これ思ったか ん、でかいリンゴ、ネットで買えないんだ、ネットで買えないんだ、いやこれ、ピンクなの、ピンクなんですよ、偉いでしょちゃんとオフショットって、え、そう、なんか潰れててもシャリシャリ言う、一応ね一応言ってますね、待って、かけないでよかった、やった、ピンク似合ってた、え、もう最近さこれがもうね少なくなってきたの、見えないやつだこれ、もうあと多分こんぐらいしかないと思う、最悪なのにかけちゃった、今日はかけないでいい日だったのに、取り忘れてると思った、取り忘れてないんですよね、それが実は取り忘れてませんね、もう5時なの、やばい、普通にやば、もう5時やばい、何してたんだろう自分、寝てた寝てた寝てました、うわ今日湿気だからな、湿気てるから、うわどうしよう、ポニーテールで行こうかな、いやでもポニーはアイロンかけるのがめんどくさいから包んでいく、パルコ以外はネット販売してないの、起きてゲームしてアニメ見たらポニーしかCOD やろうぜ、 CODやばい、横切ってな、やだよ、今からパルコに見に行くの、やばいね、元気ですね、今日って世間はさ仕事なの休みなの、どっちなんだろう、今日って世間って休み、仕事、結婚していいよ、結婚してあげます、休み、仕事、そう、ランダムなんだよね、それが問題でありますね、さすがに、さすがにそれ問題だよね、さすがにそれ問題だよね、さすがにね、ランダムで、ランダムはね問題なんですが、まあ頑張ってゲットしてもらって、会社によるよね、確かに、友達もさ社会人の子と大学生の子とかいるけど、社会人の子でも休みの子は休みだもん、仕事って子は仕事だし、
研究とかねあるらしいね。トヨタ系って何？あー、有給取ってる人いるかもね、あの平日の休みの間に、祝日がない休みの時に。ねえ、まっすぐなってる？まっすぐのラインになってる？なってる？まっすぐになってる？まっすぐになってた？なってる？なってる？なってない？ちょっとめっちゃ適当にしちゃった。なってる？まっすぐに。ちょ、みんな気づいて、気づいて、ここ綺麗なストレート、ストレートは今からなんだけど、何？あ、後ろが好きだからってこと。みんなみんな後ろが好きだって言ってたもんね、レダの言ってましたわね。まっすぐなってたの？そんなのどうでもいいんだけど、まっすぐになってたかなってないか教えてほしいんだ。いいや。死ぬ、おもろ。みんな顔より後ろの方が好きらしい。顔より後ろの方が好きらしいです。そのたま何？え、どれ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 、あ、服？え、待って、何？服？服の玉のこと？何とかねえし。その玉何？やば。玉より、あ、顔より簡単。そうなんですよ。みんなね、後ろ姿が好きらしい。で、なんか返答ないんだけど。ちゃんとできてたかな？ちゃんとくぐれてんのかな、レナ。ちゃんとくぐれてますか？私。これアイロンかけないでいいんじゃない、ワンちゃん。え、ちゃんとまっすぐなってた？教えてよ、誰か。誰も答えてくれてないんじゃない、多分。できてた？本当に？恥ずかしいからね、これ後ろ見られて。あ、ジグザグにすればよかったね。じゃあもう一回。なんで向いたじゃん、さっき向いたのに。あ、じゃあくくって、あの後ろやるわ。くくらないとわかんないからね、正直。しか見てなかった、やば。いやだ、もう向かない、後ろ。高さどうだろう、このぐらいか、このぐらいかな。オッケー、オッケーですか。かわいい、やった。でもここら辺はもう適当にアイロンかけますよね。低い、いや低いよ、そら街中を 歩くんだから。高い髪型はね、ちょっとね、まあ家とか髪かよ。後ろ待って、まだだから、まだです。まだです。美容院も行くんだよね。あ、傘ささないとダメなぐらいやっぱ降ってるんだ、外。じゃあマスクいらないか。リップ塗るのめんどいなと思って、思ってるけど、もういいか。やばいね、やばい、見つけたよ、ちゃんと見つけました。めっちゃいいところ、まだ一回見てないけど。結婚しよう、結婚してあげます。やばい、ケープ取ってきていい？ケープケープケープ。
件河川やばいやばいやばい、あ全然やばくないけど降ってないの、降ってないんですか、降ってないんですか、降ってない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 んですか、降ってないんですか、ちょラメ カーテン開けとるけどさ、白いカーテンもあるから、じゃあ見てくるわ、ちょっと分からん、濡らすと、結構降ってますね、結構降ってました、結構降ってるんでリンゴ食べて終わろう、これやばいか、絶対腐ったんねんけどケープケープやばい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 、雨降ってますからね、冷蔵庫入れてた、子供じゃないです、5時前に寝たら5時配信見れなかった、寝るの遅かったんかい、うわ今日の5時配信何話したっけな、短パンっていうかあれやけどあれやけどパジャマです、まだ実は、実はまだパジャマです、実はパジャマなんですけど、まあいいですよね、そういう日もあって、そういう日ばっかりなんですけどそういう日ばっかりなんですけどね、私はね、はい、ごめんね、こういう時は俺もボイトレするボイトレしな、デザコールをでかくするためにしなさい、オッケー、リンゴ、私のここから、マジ絶対腐ってる、本当に腐ってる、これ絶対腐ってる、腐ってない、美味しすぎて腐ってるぐらい刺激が美味しすぎる、今日にかまわの時間、え見たんだ、面白かったでしょ、でもレンはまだ途中しか見てない、途中までしか見てない、6時半なんだ、頑張ってください、ありがとう、配信見れなかったら花の配信コメントしないでずっと見てました、えマジ花の配信レナ見てたよ、偉いなと思って、レナ今から寝るのにちゃんと寝て起きて偉いなって、無理に食べなくてもね、あと大きいやつ1個なんですけども、ちょっともうおだぶつって感じではい今までありがとうございましたって感じでしたね、はい、シーキックスって感じだった、いやお腹壊せないと思う、多分大丈夫でしょ、賞味期限何、えやばい死んだいつだと思う、まあそれは置いといて行ってきまーす、本当にシーキックスなんだけどやばい、
果物当たったことないわ。え、当たるんだ果物って。やっぱお花の配信見たこと。え、マジ？お花の配信行ったんだけど、りんごたんありがとう。え、ねえねえねえ、ちょっとちゃんと見てほしいんだけど、後ろ大丈夫かな。でもなに、みんなに見られんのなんか嫌なんだけど。もういいわ、見せないでおこう。ツインテールはね、これがあれなんだよ。ツインテールで外出るとき本当にちゃんと分け目がなってるかどうか。でもここ大丈夫だから多分大丈夫だと思うんだよな。多分大丈夫だと思うんだよな。大丈夫かな。若さあるから大丈夫か。恥ずかしいけどちゃんと分け目やってないと。スクショやめて。スクショはやめてくださいよ。よい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 って感じだよね。なあ、外やだな雨。みんなさ、こういう時だけ。はい。やだ。信用度ゼロだから。終わります。さようなら世界。さようなら世界。今日はやめたらじゃないのよ、マネージャーさんに怒られちゃう。え、見えなかった。え、ちゃんと見てほしいんだよ。あの、もう見せないけどちゃんと見てほしかったの。まっすぐだったか。だから嫌なんだよね、思春期の相手は。はあ、これだから。これだからね、これだから思春期の相手は困っちゃうんだよね。困っちゃうんだよね。あ、まっすぐだった、よかった。これだから思春期の相手は困っちゃうんだよね。お姉さん困っちゃうよ、本当に。お姉さん困っちゃうよ。そういうこと言うんだ。逃げます、さようなら。逃げたいと思います。じゃあ今日も可愛いレナでごめんなさい。バイバーイ。バイバーイ。ゲットしてね、あのあれだけど、ランダムですけどね。楽しみです。お疲れ、ありがとう。楽しみみんこごみんです。おいで入ってありがとう。じゃあねー、行ってきます。新規のみんなバイバーイ。新規のみんなバイバーイ。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 ピンクなんですよ衣装はね。バイバーイ。